はい、皆様こんにちは。プラネットの生田と申します。今日はですね、またイートライトの回でございます。はい、それではですね、おなじみの安竹優子さんをお呼びしたいと思います。来ましたね。はい、はい、こんにちは。こんにちは。はい、はい、お揃いです。イートライトパーカーを着ております。はい、イートライトです。良い食べ方です。では、はい、本日もですね、イートライトジャパン代表食育実践ジャーナリストの安竹優子さんをゲストにお迎えいたしました。はい、で今回はですね、イートライト頭にいい食べ方は歯にいい食べ方ということで、はい、あなたはどんな食べ方をしてますでしょうかということでですね、お伝えいただきたいと思います。はい、皆さんお昼時でございます。こんにちは、安竹優子でございます。食育実践ジャーナリストの安竹優子でございます。タイトルですね、はい、今日はタイトル読まないので、その記載たテキストはね、はい、読まない OK です。はいはい、頭に良い食べ方は歯に良い食べ方という今日タイトルなんですけども、じゃあ冒頭でちょっとひろえちゃんに質問なんですけども、はい、歯に良くない食べ方って何ですかね。何ですかね。はい、歯に良くない食べ方、良くない食べ方は、聞いてる皆さんも考えてください。だらだら食べる、だらだら食べる、うんうん、ね、もう一個ぐらいあるでしょ。もう一個、もう一個といえば、ながら食べですかね。当たりでございます。はい、これね、聞いてる皆さんね、一般の皆さんが多いと思いますので、うん、歯に良くない食べ方、要は頭に良い食べ方、歯に良い食べ方っていうタイトルなので、まさしくこの逆が歯に良い食べ方はっていうことで、はい、だらだら食べとかながら食べじゃない食べ方が、頭に良い食べ方と言えるわけなんですね。はい、で なぜかっていうと、頭に、ね、良くなる、みんな頭良くなりたいと思うし、前回スマートになりたいっていう話もあったと思うんですけど、歯医者さん行くと本当に、ね、頭も良くなるし、若くもなるし、アンチエイジングもなるし、ダイエットもできるっていう、まあ、すごいとこなんですよ、実は歯医者さんっていうのは。それを皆さんに本当知ってほしいなと思うんですけども、で歯に良くないのがダラダラ食べとかながら食べで、まあ、歯に良くないっていうことなので、いや虫歯になっちゃったりとかね、歯周病とかを促進に、ね、進めてしまったりとかあるんですけども、要はお口の中にいつもいつも食べ物がある状態っていうのは、お腹の中にもいつも食べ物がある状態って言えるわけなんですよね。っていうことは、これ言い換えると、いつもこの胃に血液とかさ、エネルギーが集中して、ね、使われてるってことになっていくので、頭が要はこうクリアにならない状態が続いているっていうことなんですよね。だからこう賢く、もうなんかこうひらめきが欲しいとか、なんかいいアイデアが欲しいとか、もう試験勉強で集中したいっていう時は、この逆の食べ方をするとよろしいということなんですね。逆の食べ方、逆です。要は決まった時間に食べるっていう、うん、決まった時間に食べるっていう、この食生活のリズムをしっかり整えていくことで、実にね、歯にもいい食べ方になってくるんですよ。で歯にもいい食べ方になるし、頭も良くなっちゃう。ついでに痩せちゃう。すごいですよね。そう、いや本当すごいことにみんなね気づいてほしいんですよ。ただ単に歯にいいことをしてたら綺麗になれるって最高じゃないですか。で頭も良くなるし、で、まあ、今日今1時でしょ。で今までよくセミナーで、リアルセミナーこうやってオンラインじゃなかったので、まあ大体1時くらいからのセミナーとかよくやってましたよね。で1時半スタートとか、そうすると皆さんお昼食べてから参加されるじゃないですか。で皆さんもどうですかね、聞いてらっしゃる方も参加してて眠いわけじゃないのに、だんだんね眠くなるの、もうなんか、そう、私は寝てませんっていう顔しながら必死になってこういらっしゃる方もね、そうで講師の先生が眠たい話をしてるわけじゃないのにね、こう睡魔に襲われていくっていう、あれはもうしょうがないこと でここでそういったこう眠くならない食べ方っていうのも、良い食べ方もあるので、今日ちょっとそれも
お話ししたいなと思うんですけど、まあでも小学校、中学校、高校、皆さんね、午後ね、勉強あるし、大学もあるし、で、まあサラリーマン、私たちもそうですけど、お昼食べて、午後のお仕事ってなるわけなので、やっぱお昼って、やっぱり食べ物の種類によって、消化が、にかかる時間が全然異なってくるわけなんですよね。で、消化にかかる時間は短い食べ物を選べばいいわけ。なんですけども、まあ、とにかく食べ方にそういった、消化が短いな、消化にかかる時間が短いなっていう食べ物をね、こう意識して選んでいくことがすごく大事なんですけども、まあ、単純に、じゃ消化にかかる時間が短い食べ物って何かなっていうと、お野菜とか果物になるわけなんですよね。で、特に果物って食べる時間すごくポイントで、食べ物、果物のこう、食物酵素っていうのが、まあ、果物にはすごくたくさん含まれているから、食べる、お食事のちょっと前にね、果物を食べてあげると、まあ、人間の持つ体内のこう酵素を無駄にしないで、上手に消化してくれるので、まあ、食事のちょっと前にね、果物を食べてあげると、いいですよっていうのもありますね。で、一番大事なのは、主食となるご飯とか、パンとか、パスタとか、まあ、こういった炭水化物って言われるもの、食べちゃいけないわけじゃないけども、やっぱり、前回のライブでもお話ししたように、多糖類っていうものなんですよね。糖がね、こう出てつないでる状態ですよね。どうやってつないで。そう、こう多糖類っていうのは、ちゃんと、こう、噛み噛みしてあげないと、単糖類っていう、こう、離れてくれないので、離さないっていう状態なわけですよ。手でつないだ、こう、炭水化物な状態なので、パーンと手を離して吸収してあげるためには、噛み噛みしないと、この握った手をね、離すことができませんので、ちょっとこう、噛み噛みしてあげることによって、消化の時間っていうのが、ね、まあ、かかるのが、まあ、それをお手伝いしてあげることになるので、やっぱりそのまま、流し食べとか、飲み込んで食べたりすると、めっちゃ消化に時間がかかっちゃうわけですよ。で、一生懸命血液とかエネルギーがこの消化にゴン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 使われてしまって、もうこれが眠くなる。そう、もう必死に胃腸にね、エネルギーや血液がもう回っちゃうから、もう噛んで食べてなかっただろうって胃腸はね、口に対して文句を言ってるわけですよ。なんで噛んでくれなかったんだよって。噛んでくれたら、こんなに僕らは働かずに済んだんだよって、もうね、なってしまって、本当に眠くなっていくわけなので、とにかく胃腸さんに負担をかけないためにも、お口さんでしっかり噛みしてあげて、握り合ったね、お手手をこう離して、ね、離して、そう吸収しやすくしてあげることによって、シャキーンって集中力も上がるし、眠くなるのもね、幾分防いでくれたりもするので、まあね、すごく噛むっていうのがものすごく大事になります。ちゃんと手が離れていってるかなって、な手を離すっていうとちょっと表現がね、なんか悲しくなっちゃうんですけども、一人ね、お手洗いに手つないで入れるわけではないじゃないですか。一人一人の個別な部屋があるように、手離してお手に入ろうねっていう、まあそういった手を離すということでね、よく噛んで、お手手を離して、それぞれがちゃんとね、担当類になって、体に吸収されていかなければいけませんので、とにかく噛み噛みしてあげるっていうのが、すごく大事ですね。で、さらに、肉とか、ね、卵とか、まあ、お魚もそう、乳製品もそうなんですけども、まあ、こういったタンパク質も、やっぱりこう、消化がさらにかかってしまうので、とにかくあれですね、集中しなきゃいけないっていうのが、もうすぐ、数時間後に迫っている場合は、やっぱ、ちょっと、チョイスする食べ物を選んで、消化の早い果物とか、お野菜をメインにして、もう意識して、蒸し肉、魚、まあ、タンパク質や炭水化物取るときは、もう、本当によく咀嚼をしてあげるっていうことが、まあ、歯にもいいですよね。噛めば噛むほど唾液がいっぱい出てくるので、歯のね、衛生的にもとてもよろしいですし、そして、胃腸にも負担をかけないので、シャキーンと、はい、起きていられるかなっていうことになるのでね、どうですか？お昼ご飯、かなりほら、時間がなくて、詰め込んで流してる人って。ねえ、いると思います。かなり見かけますよね。だからセミナー会場とか特に、ね、お弁当とか出たりすると、
本当短い時間わーって、うん、あれですね、やっぱね、だから出されたものはちゃんと食べなきゃと思って詰め込んだ暁にはかなり眠くなるという。確かに、まあ、だからね、自分でねチョイスしてこれぐらいなら食べれるかなって量が調整できるお昼ならいいんですけどね、皆さんにこうもうまとまってあのはいお弁当って用意されてしまうと、だその時もやっぱりこう自分で意識しながら食べる順番を考えたりとかね、やっぱ一口の量を意識して噛んで食べる、うん、大事ですね。だから本当良い食べ物もねとっても大事なんですけども、まあ、良い食べ方ってこう考えていくと、あじゃあよく噛める食べ物食べ方の食べ物の切り方って大事だなとか、あのそういうふうにこうか食べ物自体の大きさにも意識し始めることができるので、うん、もう一つはね全部の歯をしっかり使って食べるっていうのがとっても大切になりますので、で特にねあのリンゴとか、うん、ちゃんとこう切って渡すんじゃなくて丸かじりできるように用意しておいてあげれると、今特にリンゴもねあのお安く今売られてる時期でもあるので、うん、たくさん買ってもう丸かじり、うん、する、うん、リンゴの時期かなと。そうするとねこうかなりあのここ頭も使うし、はい、なので、まあ、今お話ししたことはですね、はい、イートライトのこちらのですね、はい、テキストブック、はい、こちらの方にねしっかり絵付きで載っておりますので、はい、こちらの方をぜひご参考にされてみてください。噛むことと満足感なので頭も良くなって痩せちゃう、ね、太りにくくなる、はい、うん、そうなんですよ。いかがでしょうかね。はい、ね、皆様ちょっと意識をしてみられるとね、うん、と思います。そうですね、もう受験シーズンもね、はい、終わりましたけど、うん、受験者にもね良かったんじゃないかなと。そうね、あの本当セミナー直後とかあったりもするだろうし、うん、私たち大人も、うん、固まってたでしょ、今かもしれない、はい、はい、はい、では3月が終わったら告知はなくなるのかと思いきや、はい、また新たな告知をさせていただきたいと思います。ちょっとゆうこさん回線悪そうなので私の方でお話しさせていただきたいと思います。はい、はい、じゃじゃーん、イートライトサポーター養成カリキュラム第5期ですね。こちらがオンラインになってからですね第5期目になるんですけれども、はい、司会向けのセミナーにはなるんですが、しっかりね食育をやっていきたいっていう、ね、ところの院様におすすめのセミナーでございます。で今回からですね以前ゆうこさんとあと管理栄養士のね司会栄養士の椎名さんと講師を務めていただいてたんですが、講師が変わりましてですね、はい、ちょっと内容も変更となっております。はい、はい、こんな感じでね、かなこちゃん、はい、林かなこさんに、はい、歯科衛生士のね林かなこさんに講師をいただきたいと思います。はい、歯科だからこそ、ね、もう一つですね、食育に行きますね。それは1日だけのどうぞ大丈夫、くなみちゃんのやつも、はい、こその紹介してくださいですね。はいはい、じゃあ続いて、これは1日だけのセミナーになりますが、食育支援士科具体的な取り組みとはということで、プラネットではおなじみの MFT をね、やっていただいている熊谷さんと矢崎優子さんに講師を務めていただくセミナーとなります。ね、歯科医に入って1、2年目の方、ね、あとは歯科衛生士さん以外の方もですね、うん、はい、こういうアプローチはどうなのかなっていうような、受けていただければ食育支援すぐ実践できるよというような内容になっております。こちらは本当にねもう気軽に受けていただければと思います、ね、4月20日です。
そうですね、もうかなり、ね、保育支援をやっていただいている院さんも増えてきましたので、ね、いろんな院さんの紹介もね、兼ねながら、これは、このこちらのセミナーはさせていただくし、はい、イートライトサポーター養成カリキュラム、本当に高校から食べ方をしっかりと見極めていけるというね、本当にこう、お口の状態、模型ですね、この模型を使って、ね、噛み合わせを見ながら、こういう食べ方してるでしょっていうのがね、見極められると、本当しかだからこその食育支援ができていけると思いますので、もう私も楽しみなんですけども、もうこんな配信絶対変えたいと思うような、私の頭の中で、もうね、未来のスタンダードの食育支援しかが、たまにピカピカ当たっておりますので、みんなでお会いさんを全国に広がっていけたらいいなと思ってますので、ご参加の方お待ちしております。はい。止まってなかった私。はい、そんな形でございます。見ればね、はい、ちょっとやや音声が悪そうな感じですが、そうなの？はい、お口を見ればね、結構どういうことを、どういう噛み方をしているのか、どういう食べ方をしているのかね、分かるというような感じでございます。で、皆様ぜひご参加をお待ちしております。はい、では、うん、ごめんなさい、感じで15分になりましたので、はい、こちらで終わり。いただくとね、ちょっと途中からでも優子さんの話の内容はバッチリだったので問題ないかと思います。では次ですね、もう早いもので4月になりますが、はい、4月の8日ですね、同じく1時からお送りしたいと思います。ごめんなさい、皆様、皆様